はい、皆さんこんにちは、柳下と申します。本日はちむどんどんの感想と解説第3週目4週目まるっと合わせて1本の動画でお届けしてまいります。ちょっと動画の更新がですね、2週まとめてで久々にこのちむどんどんの動画になってしまったんですけれども、その理由であるとかはですね、雑談になりますんで、本編の中で織り交ぜながらお話ししていければと思います。早速ですね、なので本題に入っていければと思うんですけれども、本日全部で4つお話しさせていただければと思います。動画をご覧になられたあとですね、また来週からのちむどんどんが皆さんがより楽しく深く、鑑賞できるそのきっかけになればと思いますので、肩の力を抜いてお話聞いていただければと思います。それではですね、まず最初なんですけれども、ちむどんどんの3週目、それから今回の4週目、この2つの着地点をですね、改めて整理していきたいと思います。まずですね、これ先週私動画出せなかったの、単純にちょっと鎌倉殿の動画が忙しかったのと、ゴールデンウィークでちょっと通常のそのスケジュール感じゃないので時間がなかったっていうのが正直な理由で申し訳なかったんですけれども、でも合わせてですね、やっぱり先週の3週目って言葉選ばないといけないんですけれども、なんだろうな、ドラマとしては長けてますよ、いいドラマなんだけれども、そのドラマの中で起きている出来事に対してなんだろうな、感情を持ってかれる、感情を持ってかれるってドラマとしてのめり込んでるんでいいことだとは思うんですけれども、それにこうイラッとしてしまうというか、なんか不快感をこう抱くというか、なんかこうもやもや心が残るっていうのが第3週目だったなっていうふうに思いました。もちろん物語の中で信子は成長しているし、それぞれ兄弟であるとか成長しているし、家族模様であるとか地域のコミュニティ感っていうのも、今のこの現代のコロナ禍かつオンライン中心にこう置き換わっている中よりも、こう心と心がつながっていて温かみがあって、結構こういう時期に生まれた方が幸せだったのかなとか思うこともあるんですけれども、やっぱりその性別的なね、その女がっていうのがまさにそうですけれども、っていうのは、もちろんね、そういうのは古いし、そういう人たちを悪として描いているから、ドラマの主張としては間違ってないんだけれども、やっぱそういうのを見ると、なんて言うんだろうな、もやつく部分というか、ありますよね。でも合わせて、今この2022年であっても、女性の方で、そういった性別的なね、一側面からお仕事するときとかで、働きにくい方とかもいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり当時はそれ以上だった。なんならここで描かれていたことに対して、ああ、本当に昔こんなんだったんだよっていうのが、これ沖縄の方だけじゃなくて、日本全国で、そういう経験されたことある方、もしくはもっと辛い経験されたことある方、いらっしゃると思うんですけれども、比較的そういう苦しい話って、というか、心をこう負の感情を持ってかれてしまう話が3週目多かったので、あんま咀嚼できないというか、モヤモヤして見た部分が正直ございました。でも合わせて、この NHK の朝の連続テレビ小説っていうのは、どんな題材を描くにしろ、もちろん感動的、悲しい感動というか涙を流す物語とかもありますけれども、当たり前ですけど、そんな我々視聴者の心をイライラさせた、モヤモヤさせた状態で終わるものっていうのは、そんなにないので、中だるみっていうと失礼ですけども、こんな感情をこう抱く週もあるよなというのは、ちょっと心の片隅で持ちながら、こう、私としては心の平静を装ったというか、コントロールしたという感じですね。で、言ってもまだ3週目、4週目なので、今後も多分、もやつく話出てくると思うんですよ。なんなら来週、要は詐欺の一件で、多分、信子の東京行きがピンチになるような話とか出てくると思うので、またもやもやする話出てくるんですよね。なんですけれども、人生はそれをこう乗り越えてって部分がありますので、ちょっとその辺、なんとか咀嚼しながら来週も楽しんでいきたいって感じですよね。で、3週目はそういった形でちょっと辛い部分っていうのがあったんですけれども、今週のこの4週目ゴールデンウィークの4週目というのは、比較的そこからこう勢いを持って、こう食かける食って、これちょっと私が勝手に作っちゃったんですけれども、ドラマ自体が食べる方の食を扱いながら、今回の4週目の金曜日なんで、この動画出してる日の金曜日の放送、第20話の放送では、信子が本当に自分のつきたい仕事っていうことに対して、みんなに拍手喝采浴びることによって、そこにこう、たどり着いたっていうところを描いていたので、比較的今週はすっきりする、部分っていうのがあったなと思いました。なので、これはもうただの私のね、好みの話ですけれども、朝15分だけのドラマなので、もやもやする感じとか、1話使って負の話ばっかりな回っていうのは、それは存在しますよ。これはなんていうの、今までの朝ドラでもあったと思うんですけれども、やっぱ金曜日はね、金曜日はこう、すっきりする物語で終えてくれることによって、
まあなんて言うんだろうな、まあ今週はちょっとゴールデンウィークで皆さんもイレギュラーだと思うんですけれども、なんか1週間見たなっていうところからちょっとこう心が晴れやかな土日を迎えられるみたいな感じになるので、なんかスッキリするものであるとやっぱいいよねっていうのが、まあ、特に今日の話を見て思ったって形ですね。で言うとなんか文句っぽく聞こえたりとかもするんですけれども、でも多分、まあ、これは私が勝手にそう解釈、都合よく解釈しているだけかもしれないんですけれども、やっぱこの朝ドラっていうもの、その過去の、まあ、それこそ前回のカムカムでも途中でうんと思うようなシーンとかもありましたけれども、この物語全体を、まあ、それこそ最終回まで行った時に俯瞰した時に、まあ、特にこの3週目とか、あと来週もちょこっとぐらいあると思うんですけども、なんかこう心に引っかかる、こうすっきりしないっていう一筋縄ではいかない日々を一部ドラマの中で描くっていうことでこそ、なんか人生そのものな気がするなというふうにこう思ったりもします。まあ皆さんも多分私の動画の視聴者さんと私より年齢高い方、私35です、35より高い方がデータを見ると8割以上なんですよね。なので人生経験豊富な方が視聴者の方々多いと思うんですけれども、まあ皆さん多分その人生をこう今までの人生を振り返った時に、今が幸せか幸せかじゃないかとか、そういった話ではなくて、それこそ10代の学生の時、20代の、まあ、若かった頃とか、そういった頃をこう見返した時に、なんかまあ理不尽なこととか、なんなら思い返して、あれは、あいつのあれは許せねえってことをこう、思ったりとかっていうことあったと思うんですよね。でもなんか人生ってやっぱそれでこそ人生だし、なんか私なんかがこう、まあ所詮35なんでまだね、浅い人生ですけれども、まあ結構やっぱり、ここ最近思うのは、20代と30代前半とこう人生でいろいろ失敗とか、まあ、それこそイラッとすることとか、そういった経験をたくさん逆に言うとさせていただいたので、なんかこう人にそれによって優しくできるようになったし、素直でいれるようにもなったし、まあ、自分のウィークポイントなんかをこうさらけ出せるようになったりとか、自分でちゃんと分かったりとか、なんかそういった方にこうなってきたので、多分朝ドラ自体が時折こう心に引っかかるものっていうのは、俯瞰した時に、うん、人生ってそういう石につまずくこともあるからみたいな、なんかそういった形のところがあるので、まあそうやって私の中でこう料理をしておくと、心の中で料理をしておくと、まあこう燃やつく衆っていうのも、まあなんて言うんだろうな、乗り越えることができるとか許すことが、できるなというふうに思う部分がございました。はい。でですね、カムカム、前回のカムカムはちょっと違ったかなと思うんですけれども、今回のちむどんどんに関しては、結構誰視点で物語を見るかで、何度でも美味しいなというふうに思いました。これは第4週目の、まあ、人物相関図ですけれども、まあ、それこそ、多分普通にドラマを、まあ、見ていると、多分2系統の見方に皆さんなってると思う。2パターン、2通りのだと思います。一つは、やっぱ主人公は信子なので、信子の物語として、信子の人生の歩みの中のいろんな物語っていう形で多分見られてる方結構多いと思います。で、もう一つとしては、家族、この家族全体、まあ、お父さん亡くなっちゃってるけども、家族全体で一つの歩みとして、まあ物語を見られてる方もいらっしゃると思います。基本この2パターンだと思いますし、多分後者に関しては今後その信子が多分東京に行くと思いますんで、東京に行くと、他の家族の描写っていうのは相対的に減ると思いますので、そうすると、こう自然と信子の物語っていう方を見ていくっていう形になると思うので、まあもちろん他の見方でもいいんですけれども、まあ大体その 2通りが多いかなと思うんですけれども、まあやっぱり信子の物語として見ると、先週のもやつき感から今週の料理で突き抜けて、やはり東京ので料理人をやりたい、料理をやりたいっていうような、夢に結果的に着地するっていうところで、まあ、信子頑張れって気持ちとともに、分かるよ分かるよって比較的こう信子に同意するとか共感するっていう方多いと思います。なんですけれども、合わせて、やっぱりなんか、ちょっと意識を変えてみたときに、もしかしたら皆さんの方が人生経験多い方、私の視聴者さん多いので分かるかもなんですけども、結局お母さん視点で物語を見るだけで、全然感動の度合いが変わってくるんですよね。これ例えば、まあ、それこそ、賢秀が、お兄ちゃんが来週とか、まあ、今日の時点で確定してましたけど、やっぱり信用詐欺ですよね。詐欺にあってお金を騙し取られちゃったわけなんですけれども、その一件から見ても、やはり兄弟から見たら、もちろん大切なお兄ちゃんではあるけども、兄弟から見ると、まあ、多分来週の月曜日とかで騙されてたってことがみんなにこう、知れ渡ることでしょう。っていうふうになると、なんて言うんだろうな、多分、呆れとか怒りとか、
そういう感情の方が多分兄弟姉妹だと多分湧いて出てくる。私上に兄弟いない長男なんでわからないんですけれども、多分私が仮に自分の上お兄ちゃんとお姉ちゃんがこんなことあったら、なんでそんなのに話乗ったのとか、もうふざけないでもらえるみたいな、多分そういう感じで言うと思うんですよね。なんですけれども、絶対お母さんの立場から物語を見ると、まあ、今回もその信じてるっていうような今週セリフとかもありましたけれども、なんて言うんだろうな、怒りよりも心配する気持ちとか同情する気持ちとか、多分そういう方が優先されますよね。で、合わせてやっぱりお母さんは、まあ、お父さんが特に亡くなってから女で一つで、こうもちろん周りの協力があってもやっぱり大変な中でこう生きてきてはいると思うし、でお金の問題一回そのもともと降りかかってる中でなんとか7年間抜けてきたっていうところで、一難去ってまた一難の詐欺でお金がまたピンチになるって話なので、まあ、その心労はもうね、想像を絶するものがあると思うので、お母さん視点で物語を見るとやっぱすごくこう、なんて言うんだろうな、なんかより重い物語として見えますよね。その心配って気持ちがずっと内在して物語を見ていくことができるっていう、まあドラマを見る側としては面白さがあります。まあ一方でその悪い人じゃない外野の人たち、まあまあまあ悟るとか、まあまあ疲労とかこの辺がって形ですけれども、まあその人物から見た物語だと、まあ言うならば当たり前ですけども、まあ疲労からした時に涼子の過去っていうのは、我々視聴者は子役時代を2週分物語見てるけれども、言葉で聞いていてもそれを結局見ないでいた部分っていうのも、全部が全部ね知ってるわけではないので、あ、もちろん知ってる部分もあるけどね、知ってない部分っていうのもあるわけなんで、家での話とかなので、そういったところのなんていうの、不足な部分っていうのが結果的にはなんていうんだろうな、人間ってこう皆さんも、私は経験があるんで皆さん経験あった方がいいと思うんですけども、特に多分10代の頃とかでこう誰かを好きになっちゃったりした時に、目の前にいる等身大の人以上にこうその人を素敵に勝手に脚色したりしたことありますよね、ありますよね、私はありますよっていう風な感じでこうやっちゃうんですよ。でなんか疲労にはなんかそういった感じの部分とかこう見ていてこう思うところがあって、なんかあーなんかわかるわかるよこの感じとか、それとこの外野から見た一人物とか信子だけじゃなくて誰かを対象として見るだけでも結構こう物語っていうか、このちむどんどんの世界観が広がっていくし、楽しみ方も広がっていくので、多分これって朝ドラ特有だと思うんですよね。もちろんその通常の、まあ、大河ドラマにしても民放のドラマにしても、もちろんそういった見方っていうのはできるといえばできるんですけれども、やっぱりその朝ドラっていうのは日常の一場面っていうのを多く描いているからこそ、まあ、そういった遊びの効く見方もできる。でも優子に関してはちょっと辛労が我々にも降りかかってきますけれども、そういった見方もできるので、まあ、おすすめです。いろんな視点でその日の物語を改めて振り返ってみるっていうような見方ですね。はい。で今回の、まあ、3週目4週目というか、もうズバリ今日放送された20話、まあ、これやっぱ今までで一番私としてはなんかすっきりした部分とか腑に落ちた部分があるんですけれども、結局その信子の中では、まあ子供の時から料理に対する憧れであるとか、まあ好きって気持ちであるとか、そういったものはもちろんずっと持ってはいるんだけれども、まあ、現実的な就職がうんぬんとかね、東京か沖縄かでいろいろ考える中で、現実的な路線というか自分の道の中で、私をこうなんていうの、道からこう外れない形での中で自分のやりたいことみたいな、大人だったり考えたりするでしょ、皆さんも多分あると思うんですけど、転職とかだとなんですけれども、今回はもうすごく分かりやすかったと思うんですね。その俗に言う頭で理解する、心で理解するっていう、まあ、言葉がありますけれども、頭で理解するやりたい仕事と心で理解するやりたい仕事って違うと思うんですよね。今回は完全にもう信子がみんなの前で拍手をされて、その前においしいおいしいってみんなに言ってもらえるっていう、その経験をしただけで、その頭で分かっていたこっちが正解だろうじゃなくて、やっぱりそこから戻ってきて、やっぱり東京で料理人になるっていう風にこうなる感じっていうのがすごくいいなって思いましたね。だからなんか私なんかは比較的今やってる仕事とかは、なんていうの、常にこう、なんていうの、過去を振り返れば何かの経験によって
職種が変わってもこうその経験が生きて別の職種に行ったりとか、そういった感じで比較的歩みを続けてますし、この YouTube っていうのはもともとやっぱり映画メディアで編集長やっていて、映像作品を洞察する力っていうのは人並みにはまああるので、こうやれているっていう部分がありますので、そういった形で何かしら私の場合人生を振り返った時に過去とこうつながってはいるんですけれども、言ってもじゃあ信子みたいに、今回の信子みたいに何かその一瞬感じた刺激によって自分の道はこれだっていう風になったことあるかっていうと、ちょっとないんですよね、それが。なのでなんかそれを見ていてすごく羨ましいと思ったし、まあ、そういった場面っていうのはいろいろなドラマであるとか映画であるとか、なんなら現実世界でもこう、まあ、見てきたものっていうのはどうしてもあるので、スポーツ選手とかね多分あると思う、多いと思うんですけれども、まあなんかそのやりたいことっていうのは頭で考えて導き出すとかっていう以上に心でこう感じてこれっていう風になるっていうのはすごく羨ましい経験ですし、まあもう私35なんで比較的でも仕事も今やりたいことはできてるし、あんまストレスなく仕事も YouTube もしているので、なんか仕事でこれだっていうのは別に必要ないんですけれども、なんか人生において、まあそれこそなんていうの、老後じゃないけれどもこれをやりたいみたいな感じのものとか、今後ね何かこう趣味でもいいと思うんですけれども、なんかそういう出会いがあったらいいななんてことをこのシーン今日見て思いましたね。はい。でそういった形で、なんで今週比較的、まあ特に今日の第20話すごく良かったなというふうにね、夢が見つかるっていうのはすごく良かったなと思うんですけれども、まあ普通に通常のセオリーでいけば、結局お兄ちゃんがお金を稼いでくるので、2000ドル稼いでくるので、そのお金を持って、まあ、信子の東京行きも通常であればそのままトントントンと行けなくはないというような流れだったわけですけれども、まあ、残念ながらまあお兄ちゃん、まあ、今日のもう20話で分かってましたけど信用詐欺であるってことで、結果的にだから960ドル取られてしまった、多分そのままドブにしてた形でしょ、戻ってこないでしょ、戻ってこないのでっていうふうになると、実質また借金を抱えるような形になるので、お金があるかない、なんつうの、ゼロからプラスの中で信子の東京行きの資金がどうこうとかって話になるはずだったものもマイナスに多分なっちゃうので、それどころじゃなくなると思うんですよね。でも一方で来週の予告映像を見ると、信子の東京行きに関してはどうも話が進みそうかなとは思います。一時期かもしれないんですけれども、そのバスで別れるシーンっていうのがありましたので、まあそれを考えると多分そういうシーンっていうのは出てくることになると思うので、なのでそこへのプロセスはどうなるのかってところが来週の見ものかなっていうふうに思います。です来週はもうお兄ちゃんの一件で家族全体にまたこう暗闇というか暗雲が立ち込めてくる形になるんですけれども、うん、それを我々はなんとかもう感情を、それをこう乗り越えて作品をこう楽しんでいきたいなっていうふうに思いますよね。はい。まあ大体今週に関してはそんな感じですかね。一応ちむどんどんの動画は最初の2週間に関しては毎日上げてたんですよ。1日毎日喋り、語り中心で動画を上げてたんですけども、結果的には1週間総括で物語を追うっていうよりも、物語を見た上で私どう楽しんだかと、こうやったらより楽しめますよっていう話を、皆さんに伝えていくっていう、一種今までの他のドラマでやってる通常のスタイルと比較的似た構成に今週このように変えてみました。まあ、このような形のちむどんどん動画なんで初めてですけれども、まあ、理由は2つあって、1つはまず目的としては、私の動画をご視聴いただくことで来週以降のちむどんどんがこうまたより楽しくなるっていうことが目的なので、その解説のを皆さんに一条としてお伝えしたいっていうのが1点ですよね。ポジティブな理由。で、もう1点としては、YouTube のコメント欄で最初2週間でいただいていたんですけれども、私の動画で毎日その動画、最初2週間上げてた時って、動画の中で今日こういう話でしたねってことを解説に入れることによって、私の動画で物語を把握してドラマを見ないっていう方が出てきてしまったんですね。で、その方のコメントは多分悪気なく、普通の、他の動画にもコメントいただく視聴者さんだったので、悪気はなかったと思うんですけれども、それって私、NHK からしたらただの営業妨害ですから、それは私はやることではないし、それは私が望んでたものではないので、あ、じゃあ物語をこう追っていって、くのはやめようって形になりました。鎌倉殿の13人でストーリー解説で動画出しているので、
まあ、それはその歴史ってやっぱちょっと難しい部分もあるので、ストーリー解説聞いていただいたらよりドラマ楽しめるっていうのがうまい好循環ができているので、そっちの動画は大丈夫なんですけれども、まあ、ちむどんどんに関してはまあ1日15分なものをこう詳細に物語つまびらかにこう伝えちゃうと、そういう見方された方もいるんだなってのが分かったので、まあ1週間にこう、まあ、今週はその先週出せなかったんで2週間でまとめてになっちゃいましたけども、今後は比較的金曜日にのお昼ぐらいに収録して、で1週間の総括として、今週こうでしたねと、で来週こうに楽しみましょうねと、そういった話を、今後していければと思いますので、まあ、ちょっとまだですね、朝ドラは YouTube 出すの初めてなので、ちょっとこういった形でですね、模索まだ続きますけれども、ぜひご視聴続けていただければと思っております。はい、ということで、本日に関しては以上となります。来週また金曜日に更新できればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。